回しと勢いです。過去5対3、玉鷲が 5勝で勢いの3勝。玉鷲が勝った相撲はすべて押し出し突き出しです。4勝2敗。勢い戦にはもう押し突きで勝負していく玉鷲に対して勢い、ここまで1勝5敗です。今日も右の肘のあたりにテーピングが見えますが、これ白鵬に勝った相撲で少し痛めたということです。強くなった、押し出し玉鷲の勝ち。本当にこの一発一発に圧力があります。突きにも押しにも重みが出ています。師匠のあの玉春日の片尾波親方も押し相撲の力士でした。押し出し、その指導も右は攻めながら左は守りという意識も持ちなさいという、こんな指導もしている玉春日の片尾波さんです。この辺りからの押し、どうでしょうか。いや本当にね、強くなりましたよ、こんなに、ね、相撲がね、まあ、突き押しで変わっては基本的には変わってないんでしょうけど、はい、どういう何がいいっていうことじゃないんでしょうけど、僕はもうこの長身でね、はい、足の長い力士が頭下げて突き押しで行くのは、うん、少々無理が。